おーすごい。お昼ご飯を買いに行きました。でお昼ご飯を食べたいところがあったの。今日カレーを食べたくてチャリで行こうと思ったんだけど、途中で私のすごい好きなキッチンカーのお店が今日水曜日なんだけど、いつも水曜日に出てて、でチャリで通りかかって、あ、今日やってんじゃんと思って、そっちに即切り替えてそれを買ったんだよね。で買ったんだけど、買う時に旦那さんにいるかって聞いたら、いらないって言われて、いらないんかいと思って、なんかでもこうやってるっていうことのレアさ、まず私がお昼ご飯を外に食べに行くなんて絶対やんないから、全然そういうことしてないからめっちゃレアじゃんと思って、私的にはすごいそれを分かち合いたかったんだけど、いらなかったそうなんで、マオに連絡して大好きなパン屋を寄ってマオ家に向かってます。ダックン届け物だよ。あ、そうそう、その時代のおしとやかな座り方してるわね。もう低いもの粉がすごいいいらしいですよ皆さん本当に水溶性食物繊維、これ便秘とかにの人とかめっちゃいいよね。そう、で、アキラが超慢性便秘やねんけど、うん、アシスタントが、うん、食べたらもうお腹ギルギルって。買ってみようと思います。菊芋自体を食べてみたい。でも味はどんなもんなんだろう。ピッチーハッピーフォレバーワンピーフォレバー、ピッチーハッピーフォレバーフォレバーフォレバー。アイシャドウとリップでちょっとメイクしてみたよ。どうですか？かわいいね。私結構赤いアイシャドウ好きで、なんか冬とかはよくやるんだけど、これぐらいなんかシアーな感じのが使いやすそうでかわいいですが、落とします。今日は別に何の予定もないので。最近私が使ってるメイク落としはもっぱらまたこれに戻ってきました。3のこのバランシングクレンジングオイルはもう何本目か分かりませんが、これをファンデーションとか塗った日、お仕事の後でちょっと濃いめの化粧をしてる時とかはこれで落とします。私はこのアルジェランの化粧水をよく使ってて、すごい保湿力が高くて結構ドロドロ系の化粧水、こういうなんかちょっととろみのある、わかりますか、化粧水です。これの前までは何使ってたんだっけ、あ、エッフェオーガニックの化粧水を使ってて、それ前のスキンケアのビデオで紹介したと思うんだけど、それをもう使い切っちゃったので、でもなんかこれもちょっと似ている感じと、これフィガロの何で紹介したのか忘れちゃったけど、フィガロで一回紹介してて、メグベイビーさんが作ってる メグッドビューティーのシカバリアアンプルっていうのを使ってるんだけど、これ本当にマスクで肌が荒れてる人とかぜひ使ってほしいです。なんかこういう
アンプルなんだけど、私はいつも化粧水の後に使ってて、これを使い始めてから本当にこの辺にできるなんかちっちゃいニキビとか本当に良くなったと、最近はこのソフィスタンスの乳液を使い始めて、すっごいいいです。ソフィスタンスは本当全部いいです。ちょうどね、クリームを使い切ってもう一個買わないとです。なんか家にいる間、朝とかはこんな感じかも。久しぶりに原宿来ました。打ち合わせが終わりました。みんな3月楽しみにしててください。3月みんなに会えるかもしれない機会を作れるかもしれないので楽しみにしててね。おはようございます。今日は朝から新宿に来てて、旦那さんが今日新宿伊勢丹のメンズ館で高知のイベントで絵を描いてて、そのためにそれに送りに来ました。この A セットとかさ、アメリカンでお願いします。普段着れるニットみたいなのが欲しいです。パジャマ、パジャマできた。昨日夜買ったお花、こんな風にしました。このこれは母と妹とからもらったエルメスの花瓶です。めちゃめちゃ可愛いよね。なんて言ってたか忘れちゃったけど、キノコの、キノコとチキンが入ってます。私はハンバーガー屋さんでバイトしてたんで、ハンバーガーは結構人生でたくさん食べてる。バイト先で食べてるからあんまり他のハンバーガー屋さんで食べたことなくて、フレッシュネスはね昔から好きなんで。えっちゃん何やってんの？あ、なんかこのお花がすごいいい感じにここに入ってたんだね。全然知らなかった。ちょっとお花すごい可愛くない？昨日さ買ってきたさお花すごいさ、なんかすごいさ、なんかツヤがあるの。いただきます。じゃあこの辺で今回のブログは終わりたいと思います。いつもコメント読んでます。みんな見てくれてありがとうございます。また来週か、来週だといいね来週か今週かいつか。さようなら。
ピーチーハッピー。